に行こうかな。目的地はどこだ？ま、どこでも同じだが。補充完了です。さーて、どこに行こうかな。ルルアちゃんってさ、いろんな場所を行ってるよね。はい、そうですね。どうかしましたか？うん、実は私、探してる冒険者がいてさ、だいぶ昔に有名になった人なんだけど、全身に鎧を着て凄まじい力で敵を倒す戦場の覇者、盗賊団とか魔物とかを倒しまくった大英雄。黒い鎧がトレードマークで、ついたあだ名が黒金のベノン。黒金のベノン？そうそう、いろんな逸話が残ってるんだけど、ある時を境にぱったりと活動がなくなったらしくて、命を落としたんじゃないかなんていう人もいるけど、私の見立てだと多分今も生きてるね。どう、ルルアちゃん、心当たりない？わからないです。そっか、ま、仕方ないよね。気にしないで。おいじゃね。黒金のベノン、それってベノン先生のこと？全然イメージが違うし、でも黒い鎧は持ってたし、かといって直接聞くのも気になる。Yeah.